アーサー・ルイス・ウィリアム・アーサー・ルイスは、イギリスの開発経済学者。1979年に、セオドア・シュルツと共に、ノーベル経済学賞を受賞した。平和賞以外のノーベル賞を受賞した初の、黒人である。1983年、アメリカ経済学会会長。アーサーの最大の業績は、発展途上国が抱える問題を説明するため、二重、経済モデルと、 取引条件モデルを構築したことである。アーサーは、この発展途上国問題の考察を通じた経済発展に関する先駆的研究が称えられ、1979年にノーベル経済学賞を受賞した。二重経済モデルは、1930年代の世界経済、特に周辺国の実情の分析から、 古典派経済学の視点で構築された分析モデルであり、これは発展途上国の経済を資本化的部門と製造維持的部門とに分けて分析するものである。この理論は農村の農業部門と都市の工業部門の共栄であり、発展途上国の経済発展のためには相互に有機的な関連を持つことが必要であると主張するものである。また、 アーサーが行った初期の産業組織論研究からは、オーバーヘッドコストの概念が生み出された。二重経済モデルは、経済を単純に二つの部門に分けて分析する、モデルである。アーサーは発展途上国の経済を伝統的部門と、近代的部門とに分けて分析する二重経済理論を、考案し、伝統的部門からの無制限労働供給によって、一定の賃金水準において、 労働供給曲線が無限に弾力的になると説明した。特に余剰労働力を用いたインフラ投資が鍵を握るとして政府による積極政策の必要性を説いた。二重経済論はその後ジョン・フェイやグスタフ・レイ・ニスラによって新古典派経済学の視点からモデル化されている。アーサーは 先進国と発展途上国との間で取り交わされる取引条件の決定過程をモデル化した。アーサーは取引に参加する国を富裕国と貧困国のにグループに分類した上で各グループの国はそれぞれ2種類の財を生産するモデルを構築した。そしてこのモデルにおいて同一グループ同士では財の取引を行わないと仮定したとき2つの グループ間の取引条件は農業部門の相対的な労働生産性によって決定されることを示した。ありがとうございます。